アドデック9を世に発表した創薬センター長の木戸もまたその莫大な利権に取り込まれた一人に過ぎなかった。未完の新薬のために繰り返される人体実験、八神はその証拠を手にしたかに見えた。しかし全ては闇に葬られる。人類を救う新薬、その正義の名のもとに。思ってたより随分ひどいな。黒岩が来たんだって？ああ、たった一人でな。なのにこのざまだ、チキシュ。けど、連れて行かれちまった。そっちは何があった？ショーノの秘密ラボを見つけた。でも、警察はそこを捜査しない。なんだ？知見の検事生もアドデック9の一味だった。だと？残ってた証拠も今頃綺麗に消されてんだろうな。八神さん、それとは別にもう一つお知らせがある。なんだよ、杉浦がどうかしたか？なあ、こいつは杉浦じゃなかったんだ。ああ？お前、寺沢恵美の弟だったのか？なんで隠してたんだよ。もともと僕は八神さんに思い出してほしかったんだ。何を？姉貴を死なせたことだよ。インチキ弁護士が人殺しを野放しにした。そのせいでエミは焼き殺された。ああ、そうか。続けてくれ、俺に遠慮はいらねえから。あの事件の頃僕はずっと引きこもりのニートでさ、そんな僕にさえ姉貴はいつも優しかった。なのにある日、真っ当に生きてきた姉貴が本当に急に理由もなく殺された。どんなに理不尽なことが起きても世の中は何の問題もなく回り続ける。そんな社会が僕はますます嫌になったよ。もしかして窃盗団に入ってた理由はそれか？まあね、少なくとも僕は世のため人のためって気分では生きてなかったから。エミが殺された時、八神さんは僕にも僕の親にも謝らなかった。じゃあそん時に会ってたのか、お前ら？そうだよ。ただ当時の僕は顔も見えないようなロン毛でメガネ、今とは別人だったからね。出なきゃ忘れてない。人殺しをかばうのか？あんたも人殺しの仲間だ。あんたらからそんな風に言われるのがあの頃一番答えた。けど大久保君は無実を主張していた。その弁護を受けてた俺が謝るわけにはいかなかった。俺が謝れば大久保君の有罪を認めることになる。じゃあ裁判が終わった後は？謝らなかったな。俺はあの後何もかもから逃げてた。そうだよね。八神さんは法廷からも離れて社会的に抹殺されてた。
大久保にも死刑判決が出て、だから僕もそれで納得するしかないと思ってた。じゃあまたなんでターボーの前に現れたんだ。あんたが八神さんがモグラの事件でまた法廷に戻ってきたからさ。ヤクザの頭を無罪にしたとか言って。弁護士として戻ったわけじゃない。そんなの旗からじゃわからないよ。だからどういうつもりなのか確かめてやろうと思ったんだ。もしもエミのことすっかり忘れてまた当たり前のように弁護士に戻るつもりなら、自分のやったことを思い出させて必ず思い知らせてやるって。それが俺らに近づいた理由か。そうだよ。それに大久保の様子も知りたかった。ちゃんと毎日死刑に怯えているかもさ。弁護士なら死刑囚とだって会えるからね。なのにその大久保に冤罪の可能性が出てきたってわけか。あんたたちといなきゃ気づきようがなかった。皮肉だよね。事件から3年も経って真犯人が出てきた。しかもそいつは翔の、ありがたい新薬の開発者だ。この先世界に感謝されて生きていくんだよ。エミを何度も刺して火をつけた男が。大丈夫だ、みんな真実を知りや奴の正体に気づく。今日人殺しのあいつを守るために敵は一丸になって証拠を握りつぶしたよ。都合のいいように真実をねじ曲げてみせた、僕の目の前で。なら真実なんて追うだけ無駄だ、クソくらいだ。そうでしょ八神さん、違う。俺はさ、杉浦、エミちゃんが死んで以来真実を追うことからずっと逃げてた。突き詰めれば彼女を死なせた責任が俺にあるかもしれなかったからだよ。そんなのとまともに向き合うなんてできなかった。ターボ、でもやっぱり誰にでも一つや二つ絶対に目を背けちゃいけない真実っていうのがあるんだと思う。そいつと向き合って初めて前に進めることもある。お前が俺に近づいてきたのも心のどこかで真実をはっきりさせたいってそう思ったからじゃねえのか。もしそうなら俺らにはまだやるべきことが残ってる。無駄でも何でもやっぱどこまでも真実を追うしかねえんだよ。でも八方塞がりだぜ。それがどうした、なんとかするだけだな、タボ。おい、参ったな。こりゃ真冬からだ。どうした。森田健二生のことで話が。お前まだカムロ町にいるのか。うん、テンダーにいる。それで今から来てくれない。私監視されてるみたい。監視。うん、店に入るまでずっと見られてた。気のせいじゃないと思う。また厚労省で雇ったホームレスたちか。それとも検事生の手先かもね。分かった、すぐに行く。ありがとう。聞こえてた。俺も行くぜ。東は杉浦を見てろ。え、ちょ、え、出発するか。
ありがとう、来てくれて。外どうだった？誰か見張ってたりとか。どうかな、今は大丈夫そうだった。隣いいか？顔腫れてますけど。ああちょっとな。森田健二生のことで話があるって、そう言ってたよな。うん、今夜の検事生見たでしょ。今までのあの人からは考えられない態度だった。別人みたい。まるで法よりも政治の方が大事みたいな。ああ、検事生はアドデックナインに取り込まれてる。あの人は私が検事を目指すきっかけを作ってくれたの。母がひき逃げに遭った時、まだ小さかった私を勇気づけて導いてくれた。そうらしいな。ただそんな検事生がなぜアドデックナインについたのか、私一つ心当たりがあって。ん？もう10年くらい前、検事生の身内がある事件を起こしたらしくてね。もしかしたらそれが森田検事生を動かしたのかも。どういうことなんだ？待って、私も細かいところまでは分かってないの。この後に及んでいい加減なこと言いたくないし。それでその事件を担当してた元刑事とさっき連絡が取れたの。今から私に当時の捜査資料を渡してくれるって。どこで？神室町の児童公園。ただ私監視されてるみたいだし、一人じゃちょっと。つまりあれか、俺らに用心棒やれって？ええ、そのつもりだったけど、海藤さんはその状態だと。こんな怪我くらいなんでもねえ。引き受けたな、タボ。事件の資料俺らにも見せてくれるか？もちろん。わかった。ならエスコートする。よく言うぜ、損得じゃねえだろ、真冬ちゃん守んのは。エスコート児童公園までお願いできる？よし行こう。お願いします。どう？怪しい人とかいない？どうかな。いや、俺ら呼んで正解だったぜ、真冬ちゃん。早速かかってくる気だな。ああ、監視だけなら近づいてこねえだろう。もしかしてこっから公園までずっとこんな感じか？私どうしてたらいい？ちょっとだけ離れてな、すぐ片付けっから。やるぞ、海藤さん。ほら、やっちゃえ。しゃー、真冬させるか。八神くん、ありがとう、頑張って。よっしゃ、真冬ちゃん、俺にはないのかよ。海藤さんもしっかり。はい、来た。よし、真冬ちゃんも見てることだし気合い入れてっか。
にゃ。待ち合わせはこの辺り。相手はもう来てるはずだけど。元刑事っつってたっけ？うん。宇沢さんですね。ああ、そうだよ。ん？あれ？あ、馬好きの探偵？八神探偵事務所。あんた元刑事かよ。それがこんなうさんくさくなっちゃって。お前に言われたくないよ。知り合いだったの？ケンジさん、なんでこいつらを連れてきた？八神くんは私のそのボーイフレンドというか。お、告った。違う、照れんねくない。なんなんだこいつら。で、どういう事件だったんだそれ。10年前、森田健二生のお兄さんがね、母親の首を絞めたの。なんで。介護殺人。母親は70歳過ぎで重度のアルツハイマーだった。認知症の介護をしてたのか。ああ、重度の認知症患者は目を離せば何をしでかすかわからない。料理をすれば火はかけっぱなし。週に3日は夜中に外を徘徊した。それを施設に入れたくてもどこも順番待ち。結局検事生の兄がずっと一人で母親を見てた。責任感の強いお兄さんだったみたいね。仕事も辞めてお母さんと同居。忙しい検事生に負担をかけまいとしてた。だからろくに休めず眠れず。それを事件が起きるまで7年も。でもな、そんな息子に母親は
毎日暴言を吐いたり暴力も振るったんだよ。なんでそんなことを。全員ではないけど、認知症特有の症状に環境や薬で抑えられる場合もあるけど、うまくいかない時もある。そして事件が起きた時、検事総の兄はノイローゼを続けた。多分もうずっと前から限界を超えてたんだろうな。その結果起きたのがこの事件か。犯人は事件の後どうなった。母親を殺した後、自分も首を吊ったが未遂に終わった。そのせいか執行猶予がついて。じゃあ今は。でも結局は翌年に自殺してる。なんてこった。身内が事件を起こしたことで検事生はしばらく中央から外されてた。でも今はもう済んだこととされてるみたい。あの人が優秀なのは誰もが認めてるから。検事生にとってアルツハイマーは自分の家族を苦しめた仇か。そうなのかもね。もしアドデックナインがあれば悲劇は防げてた。そしてこの先起きる同じような悲劇もアドテックナインが完成すれば防げる。だから検事生は向こう側について。金で動いたわけじゃねえ。保身のためでもねえ。てめえの正義のためってわけだ。わからなくもないかな。あ、そうか。え、正義のためなら何人殺しても構わないって。綾部を冤罪にして、エミちゃんの死は見て見ぬふり。大久保君も見殺しだ。それでも新薬の方が大事ってことか。それを正義だって言うのか。冗談じゃねえ。森田に正義があるならこっちにもある。俺は連中に踏みにじられた人たちを守る。殺されたエミちゃんの無念を晴らす。なるほど。なんだよ。ああ、いや、お前元弁護士ってのは本当だったんだな。元じゃない、バッジはまだ持ってる。そうだったな。もうギャンブルはやめとけよ。あんたには向いてねえ。うるせえ。この書類、私より八神くんが持ってた方がいいと思う。ターボ、真冬ちゃんのことしっかり送ってやれよ。沙織のとこに寄ってっていい？うん、いいけど、なんで？あの子、私と八神くんでいると嬉しそうにするし。なんだそりゃ。まあいいよ。俺も今夜のこと、沙織さんに報告しようと思ってた。どうして？軌道をカムロ町に誘い出したの、沙織さんなんだよ。ハニートラップで。何それ、嘘でしょ？さん、こんな遅い時間に。あれ、おやおや、何してたのかな、お二人さん。何って、そんな。やっぱ帰るか、真冬。あの、木戸の件、その後どうでした？ああ、でもその前に二人何してたのか聞きたいね。何って？星野くんが。あーっと、誤解なんです。いや、
誤解じゃないか。いや誤解か。次また頑張ろう。案外まんざらでもなかったんだな、沙織さん。だね。私も聞いたことあります、森田検事生のお母さんの件。じゃあ検察は完全にアドデックナイン側についてると？少なくとも検事生はだ。八神くんがラボに行く前、検事生に報告したのは私なの。あの時せめて泉田検事までにしとけば。いや、泉田だって向こう側の仲間かもしれない。今となっちゃ誰も信用できないよ。そんな、あのちょっといいですか。そんな敵を相手に弁護人って僕でいいんですかね。綾部刑事の裁判。ん？なんだよ。星野くんじゃ無理だと思います。もうここは八神さんじゃないと。ちょっと冗談やめようよ。ここにいる誰一人冗談なんて言ってない。八神さん、敵はアドデックナインの利権でエミさんを死なせた人たちです。エミさんや大久保さんのためにも。ここは新谷先生のためにも。正々堂々法廷で八神くんの正義を見せる時じゃないの。逃げちゃダメです、はあ、かもな。あ、じゃあ源田先生と綾部さんには僕から伝えときます。これって世間的にも結構ニュースですよね。あの八神さんがまた法廷に立つなんて。何があの八神だよ。分かった、二人の了解が取れたら綾部の弁護は俺がやる。そのためにもまた新しい証拠を探さないとな。真冬のこと送ってあげてくださいね。さっき沙織さんのこと。ん？手握ってたこと？それ源田先生はご内密に。気まずくなっちゃうんで。行こっか。私がタクシー乗るまでは見ててくれる？今夜はありがとう、八神くん。あれ、ちょっと待ってて。泉田検事から。そういえばちょっと前に留守電も入ってたんだ。留守電は聞いたのか。何か話があるって。未条例にいるみたいなんだけど。未条例ってことは、じゃあアルコール抜きの話か。どうしよう。お前はこのまま帰んな。電話も出なくていい。泉田も向こうの一味って可能性があるからな。でも、代わりに俺が行くよ。大丈夫？いいから。分かった、無茶しないでよ。八神。
お前、なんで？あんた一人か。ああ。真冬は俺が帰らせた。あいつの代わりに一杯付き合うよ。いや、結構だ。真冬と何を話す気だった？お前には関係ない。当てようか。はあ？あんたが真冬に話したかったのは森田健二生の仲間になれってことか。なんだって？違うのか？お前の言いたいことはわかる。さっき検事生と厚労省の官僚とは何かこう普通じゃなかった。普通じゃない？そんな可愛いもんじゃなかったろ。連中はアドデックナインが第一、殺しの証拠さえ二の次にしてた。あんたもその一味じゃないのか？何を言ってるんだ。検事生はアドデックナインの利権に取り込まれてる。何かその証拠でも？ついさっき真冬と手に入れたもんだ。10年前に検事生の身内が起こした事件の資料。聞いたことは？いや、初耳だ。あんたに検事生と戦う覚悟があるなら渡す。何？検事生が法を超えて政治に便宜を図っていたら、もしそうならあんたはどうする？自分のボスが相手でも法で裁けるか？当たり前だ。検察官なら100人が100人そう答える。あんたのこと見直したよ。検事生がアドデック内に着いたのはその事件がきっかけだ。俺らはそう考えている。なんてことだ。家族が引き起こした介護殺人。検事生には自分なりの正義があるってことらしい。だから今日殺人の証拠を握りつぶした。庄野のラボのことだよ。あそこにはモグラにやられた連中の痕跡があったはずだ。それが見つかれば強力な物証になった。いや、まさか検事生が。そんな。ラボでの言動、そしてこの事件との関連性、どう思うんだ？なあ。確かに否定できない。だろ？だが検事生がアドデックナインに取り込まれたとして、じゃあどうすればいい？お前はどうする気だ？そもそも俺は綾部の裁判でアドデックナインの裏をぶちまけるつもりだった。その証拠を探して羽村を追ったし、庄野のラボも突き止めた。で、一ノ瀬と検事生にどっちの線も潰された。敵を撃とうにも弾がないってことか。そう言われるとがっくりくるな。でもあんたがアドデックナイン側じゃないと分かっただけでもなんだかホッとするよ。気休め言ってる場合じゃないだろ。分かってるよ。なあ、うん？思うんだけど、一ノ瀬を裁判に引きずり出すことはできないか？何かの証人として。どういう名目で？例えばアドデックナインについての解説をするとか。何でもいい。あんたら検察の証人申請なら一ノ瀬だって断らないだろ。で、裁判に引きずり出した後は？口八丁で追い詰める。質問攻めにしてボロを出させんだ、俺とあんたで。なんだ、まだノープランってことか。それぐらい崖っぷちなんだよ。ただ何にしても獲物はまず巣からおびき出さないと
話にならないからさ。わかった、なんとかやってみよう。動きがあり次第連絡する。長い一日だったな。